外傷性脳損傷は、頭部に、物理的な衝撃が加わり起こる、脳損傷。略称と B。軽度のものは、軽度外傷性脳損傷と区別することもある。頭部がダメージを受ける気候については、頭部外傷の項を参照のこと。脳の一部が、局所的にダメージを受ける、脳座症とは異なり、脳の軸索が広範囲に損傷を受けるもの。 軽度から中程度の損傷においては、早期回復が期待されるが、高事の大きな障害に至った場合、記憶力、注意力の低下や、人格形成やコミュニケーション能力に問題が生じる、ほか、死士の麻痺が生じることもある。外見上、健常人と何ら変化はないが、社会適応性が損なわれるため、通常の生活が遅れずに苦しむ患者は多い。トビーの原因。 多い順に、転倒、交通事故、殴打ーー、武器、不明、その他、自転車、その他、自殺外傷性脳損傷の発症原因の多くは、交通事故や階段からの転落などの事故と、目されているが、アメリカ合衆国では、兵士が、交戦時に負傷する例で知られている。1990年代以降の非対称戦争では、地雷や、携帯型小型ミサイルを改造した。 即席爆発装置が使用されるようになったが、即席といえども爆風は音速を超える強さとなる。外見上は無傷に近いものの、後日、深刻な外傷性脳損傷を受けていたことが判明する例も増加した。これら兵士が帰還後に記憶障害や歩行障害に苦しむ例が増えたため、アメリカ政府は2009年に診断基準を変更。 2001年から2009年10月まで、約14万人が受賞したとの結果を取りまとめている。レメン T、アリアール、タワイルアイ、ヨナス H、ラピッドプログレッションオブトラウマティックバイフロンタル、コンチュジョンズ2トランステントリアルヘルニエーション、AK スレポート。KC's ーージャーナル1、203、ドイ、10.1186、175716261203。 PMC2566,562 プミド1,883万1,756 http コロ <laughs> ンスラッシュスラッシュ www.casesjournal.com スラッシュコンテントスラッシュ1スラッシュ1スラッシュ203あなたの健康百科外傷性能損傷メディカルトリビューン毎日新聞2009年12月13日朝刊 米兵の損傷問題、14万人にアフガニイラク派遣の7%、2010年2月3日、毎日新聞。ありがとうございます。